です。この本とこの本を読んでもサイコパスの強みについて話したいんですけど、例えば100円均一の例にしてあげますね。財布の中身1万円だった場合と財布の中身が108円だった場合、これで心境がだいぶ違いますよね。1万円であれば1つの商品でね、複数品ぞろえがあろうと、まあほぼ迷うことなく買えちゃいますよね。ただ108円だった場合は複数の中から1つ選ばなきゃいけないわけだから、これかなこれかなって迷うわけです。それはまあ人は感情の動物だからしゃあないんだけど、ただサイコパスの人っていうのは要するに複数あろうが一つの商品を簡単にポンって抜いて買えちゃうわけですよ。だから強いよね。ただそのサイコパスの、ね、強さっていうのもこの本で書いてあるもので言ってしまえばトレーニング次第で身につけられるよっていう話で、じゃあ具体的にどんなトレーニングがいいのって話を言ってしまえば、金銭的なことが一番ね分かりやすいですから、文庫本とかでも1000円くらいの本を買ってた人が5000円とか1万円の本を買う、これだけでもだいぶ違うよね。自分にしか痛いと思っている 部分までお金のハードルを上げていって、そこでねそのお金を動かすっていうこの手段、そういった意味で言ってしまえば株も十分なねトレーニングになっちゃうよね。まず自分自身の心を磨くという意味でこういう本を、ね、考えてみたら、もしかしたらあなた自身のね磨き方が見つかるかもしれません。